よ、どうしたんだい。大好評発売中、新エキスパンションドミナリアあるじゃないですか。ゴールデンウィーク中はハレビアでもたくさんのイベントやるから楽しみだね。うん、新しいカードたくさん試せて嬉しい。で、そのドミナリアがどうしたんだい。ドミナリアからのルール変更で700枚以上のカードのテキストが変わるって聞いたんだ。700枚だよ。そんなに変わるなんて絶対間違えちゃうよ。ああ、プレインズウォーカーのルール変更だね。まあ、ただテキストの変更の仕方にはちゃんと規則もあるからポイントを押さえていけば大丈夫だよ。本当に700枚だよ。もう別のカードゲームになっちゃうよ。そんなことはないよ。じゃあ今回はドミナリアのルール変更について押さえていこうか。はい、それでは今回のプレインズウォーカーのルール変更について確認していきましょう。今まで田村君、対戦相手がコントロールするプレインズウォーカーにもし稲妻でダメージを与えたい場合どうしてました？まず対戦相手を対象に取ってました。で、その後解決するときにプレインズウォーカーにダメージを与えるよっていう宣言をしてたかと思います。そうですね。今回の変更でこれが直接的にプレインズウォーカーに対して対象に取るよっていう宣言をする形に変わりました。なるほど。じゃあより直感的にカードをプレイできるようになったってことですね。そういうことになります。まあ、稲妻みたいな呪文がプレインズウォーカーを直接的に対象に取るようになったことによってシミックの魔除けで呪文をつけることによって守ったりすることができるようになりました。なるほど。シミックの魔除けはパーマネントに呪文をつけるわけですから、これからはパーマネントを対象に取るので守れるようになったってことですね。そういうことになります。今までは神聖な力戦が置かれている状態でプレインズウォーカーにダメージを与えられませんでしたが、これからはどうなるんですか？これからはプレインズウォーカーを直接的に対象に取るので、プレイヤーが呪文を持っててもプレインズウォーカーにダメージを与えることができるようになります。ありがとうございます。今度は地震みたいに全体にダメージを与える呪文というのはプレインズウォーカーにもダメージを与えるという記述が抜けているようであれば、それはダメージを与えられなくなります。なので困ったら必ずジャッジを呼んでください。ジャッジにルールのテキストを確認してもらって、どういうテキストになってるよというのを見てもらうと一番いいと思います。はい、大隅和尚ありがとうございました。それでは次のコーナーに行ってみましょう。それではマジックのルールについてちょっとしたクイズを出題します。あなたはわかるかな？はい、それでは初級編の問題になります。溶岩の打ち込みという呪文があります。これを相手のプレインズウォーカーに向けて打てますか打てませんかという問題になります。このカードはカードの文章が変更されているので与えることができます。はい、正解です。このカード、対象が対象のプレイヤーまたはプレインズウォーカーという形で変更されてます。なのでプレインズウォーカーにダメージが与えることができるという形になります。はい、それでは応用編の問題になります。後輩稲妻というカードがあります。これ元々のテキストとしては、プレイヤー1人を対象とする。そのプレイヤーに3点のダメージを与え、そのプレイヤーは手札を2枚捨てるというカードでした。これルール変更によってテキストが変わった形になるんですけども、プレインズウォーカーにまずダメージが与えられるでしょうか。で、その上でプレインズウォーカーにダメージを与えるとした場合、この後の手札を捨てる処理ってどういう形に変わったでしょうか。プレインズウォーカーは手札を持ってませんからね。正解は後ほど。それでは和尚、正解と解説お願いいたします。はい、この後輩稲妻という呪文、まずは対象はプレイヤーかプレインズウォーカーを取ることができるようになりました。で、それに対象になったものに3点のダメージを与えるというところまでは問題がないんですが、プレインズウォーカーにダメージを与える時にはそのコントローラーが手札を捨てるというふうに記載が追加されてますのでご注意ください。なるほど。じゃあ今までと同じようにプレイできるってことですね。そういうことになります。それではゴールデンウィーク中ドミナリをたくさん楽しんでね。うん、ありがとう王将。ここまで見てくれたみんなもぜひ画面右下のチャンネル登録ボタンを押して次回の更新もチェックしてね。他にも大隅王将に聞いてみたいルールの質問があったらコメント欄にコメントしてみてください。それではドミナリアの新環境ぜひ楽しんでください。バイバイ。マジック